こんにちは、速稼塾の久保です。このナイトライダーね、これはミニカーですけども、吉谷さん、あのキットがあるじゃないですか。今駐車場にありますけども、私がね、トランザム83年ポンティアック、こちらのナイト2000仕様フルレプリカを手に入れて私のものにして、今月でちょうど1年なんですよね。今日も洗車をしながら思ったんですけども、私のね、人生が例えば80年あるとして、80年のうちのその80分の1のね、1年間は憧れていたナイト2000と私はね、時を共に過ごしたんだなと思ったら非常に感慨深いものがあります。で、このナイト2000キットなんですけども、おそらくですけどもね、他のナイト2000オーナーさんもいらっしゃるんで言いにくいんですけども、会話機能がついて私の会話に反応してくれて、しかも声は野島昭夫さんっていうね、声優さんがバッチリ入れていると。で、当然ですけども外装も内装もレプリカで、しかも年式も当時のものというね、本当にオリジナルにここまで近づけたもので、しかもこれをね、私に譲ってくれた会社の看板カーだったわけなんですよね。で、何回もイベントに出て多くの人の夢に触れて、で、本当いろんな細かいところはガタが来ていて、私もね、1年間修理ばっかりしていたような気がします。本当に修理ばっかりだったです。納車してもらってその月からもう修理が必要でした。でも手を加えながら私も車のことがだんだん分かってきて、車と対話をしながら多くの方に手伝ってもらいながら、本当に自分のものになってきたなっていうふうな気がするんですよね。で、この1年間私は動画を上げて、多くの方に見ていただきました。何十万回というね、再生をしていただいて、何件か連絡が来てですね、このナイト2000本当に好きなんだと、これをね、売るとしたらいくらだというふうに聞いてきた方が何名かいらっしゃいます。とてもじゃないけど私売る気はありません、どんな時でも。それなんでかっていうと、これを売らないとやっていけないような経済状態でもないですし、これをオーナーしながら経費を払っていけるだけの経済力も今ならあるからなんですよ。プラス、もうこれはね、どうしようもなく困ったら売りますけども、困ってない状態なんですよ。それ以上にこれは走らなくても置いとくだけでも欲しいというね、そういうふうな所有欲、独占欲が今私をね、満たしてくれるのと、やっぱ手を加えたんでね、自分のものになっていったんですよね、少しずつですけども。で、何が言いたいかっていうと、吉田さんがね、本が、例のバイブルがね、高値をつけているという、まさにそれも本当すごいなと思うんですけども、私の場合はこれを入手していくらなら売ってくれるんだというね、方に対して1000万円以下で売るつもりはないと。で、しかも1000万以上出されても売らないと、こういうわけのわかんない回答をしなければならなかったですね。でも私が感じたのは、やっぱりね、欲しいという方はいるんだなと。で、ナイト2000のこのレプリカはオーダーすれば作ってもらえるんですよ。で、多分そんな1000万もしないと思うんですよ。1000万近くすると思いますけども、でもこれが欲しいということはどういうことかっていうと、理由は2つあって、1つはやっぱりオリジナルに近いレプリカだということなんですよね。で、もう1つはね、すぐ欲しいんですよ。これ作ってもらおうと思ったらやっぱりね、何年かかるんですよね。もしかしたら何年かけてももうできないのかもしれません。会話ユニットが入っていたりとか、パーツを揃えていったりとかね、このシートも映画のままにしてますからね、これはすごいですよ、ほんと。これリアもかっこいいですよね。で、年式が83年式と。90年式とかあるんですよ、結構ね。サードモデルのやつ。それは結構状態が良くて出回ってるんですけども、私のは古くてキャブレター式で壊れやすくて手間がかかるんですよね。で、そういう状態が欲しいというね、どこまでもオリジナルにこだわってる方がやっぱりいらっしゃるんだなと思いましたね。はい、ということでね、やっぱり価値ってのは変動すると。しかも価値ってのは相対的なものなんで、 A さんから見てガラクタに見えるものでも、 B さんから見ると黄金に輝いてるものであるということもありますし、その時期によっても違いますよね。私にとってはこのナイト2000っていうのは、もちろん日当6300円のガードマン時代は購入することなんて考えられないものでした。
遠くから実物を眺められたらいいなというものだったんですよ。でもいつの日からかネットビジネスをやって借金を返して家を一括で買って、で、YouTube だけやってればお金が入ってくるようになってですね、あれもしかしたら何か自分には高級車買えるかもしれないなと、憧れの車もうちょっと考えてもいいかなと思って、ベンツのカタログを見て、ベンツやっぱいいなと、ベンツ今400、500万で買えるのか、600万ぐらい、700万あれば結構買えるなというところまで来て、マンダ銀次郎モデルいくらやみたいなことになってね、それからあれいつの間にかレクサス買えるようになったぞと、1500万のレクサスの2年落ち3年落ちの中古になると、あれもう5、600万やないかみたいな感じでね、これはすごいなと、レクサスかベンツかどっちにしようかなと、はっきり言って私のね、若い頃の気持ちが蘇ってきました。でそれでなんですよ、待てよと、ナイト2000デロリアン、この辺りはどうかなというところになってきて、私の人生は10代の頃に戻ったわけなんですよね。で憧れっていうのはいつでも実現できるなと、もっと言ったら子供の頃の憧れを実現するのは大人になった自分しかいないなと思うんですよ。じゃあ子供の頃も大人の頃もやらないとしたら人生は終わりなんですよね。で私はもちろんそのぐらい自分がねこれが大好きだったってことに気づいたのと、これを手に入れられるのにいつの間にかなっていたと思うんで、すごくラッキーだったと思いますけども、でもやっぱりね、私がねなんでねネットビジネスを始めたかっていう、これ動機になりますけども、ここが今日の本題です。それはですね、好きな人ができて結婚してこの人に家庭をプレゼントしたいなと思ったからなんですよ。でその人が幸せになる姿を見ることが私の人生の幸せに変わったんですよね。それまでは私がもう無軌道にね自堕落に生きることが私の幸せでしたけども、ぐるっと価値観変わりましたね。この人に幸せな家庭をプレゼントできるんじゃないかなっていうふうなね、これ本当にそういうふうに思ったんですよ。まあ、ですからある意味出会いは人生を変えるかなと思いますね。で私がなんで人生を変えられたかっていうと、本当にその出会いなんですよ。ネットビジネスがすごいという前に、自分の人生を大逆転するためには自分の人生に家庭というもの、自分の人生にスタンダードのね、私の成長期に育ってきたお父さんお母さん、子供が2人、家があって車があって、休日にはドライブ、海外旅行、これを実現するための人生が私に手に入るんじゃないかなと思った時に、それを手に入れるためには40年間の遅れを取り戻すにはネットビジネスしかないと思ったんですよね。そっから私はスイッチが入ったのか、思考が停止したのか、ある意味ね思考が停止してそっちの方だけに向かっていったんですよ。40歳から気がつくと今47歳、7年間でね、どういうことになったのかっていうのはもう吉田さんね、ずっと見てくださいましたよね。こんな人生あるんですね、やっぱりね。それが私に起きてるとはね、凄まじいと思います。まあ、先日も塾生に1億円稼がしたっていうね動画出しましたけども、あれもね気がついてみたら、私はね1億円っていう数字を簡単に言うようになったなと思ったんですよ。1億円目標だって1億円実現するみたいなね5、6、7月があったわけですよ。何なんでしょうねこれはね、ということでね、すごく不思議な人生だというお話でございます。いってらっしゃい。